ここからは2020シーズンに GT500 デビューを果たす注目のお二人、平峰選手と福住選手についてお話を伺っていきます。まずはこちらをご覧ください。平峰和樹28歳。4歳でカートデビューした平峰は2009年に鈴鹿レーシングスクール SRS を卒業。スカラシップを獲得し、プロドライバーとしての道を歩んでいく。スーパー GT には2015年から本格参戦。 JLOC に4年間在籍し、昨シーズンには近藤レーシングへ。サッシャ・フェネストラスとのコンビで活躍を見せた。2020シーズン満を持して GT500 チームインパルに抜擢。培った経験を武器にトップカテゴリーで輝きを見せられるか。福住二礼23歳。2013年に SRS を卒業した福住は2016年から活躍の舞台を海外へと移し、 GP3、 フォーミュラ2といった舞台で同世代のドライバーとしのぎを削り合った。2019年に日本での活動を再開。 GT300 デビューイヤーでチームを17年ぶりのシリーズチャンピオンへと導いた。今最も勢いに乗る若武者が2020年 GT500 の舞台でどんな活躍を見せるのか。ということで、そもそもレーシングドライバーを目指したきっかけっていうのを伺っていきたいんですけれども、まず福住選手、きっかけって何だったんですか？レースをやり始めたきっかけが、父親の、影響ではないですけど、父親がレースを好きで、はい、自分自身がやりたかったみたいですけど、そういう環境にいなかったので、僕、兄弟で兄貴がいるんですけど、兄貴が5歳の時にレーシングカートっていうものを乗り始めたのがきっかけ で、それに続くように僕も5歳の時に始めましたね。それが、レーサー目指すきっかけの第一歩かなと思います。四国のカートサーキットですか？そうです。カートコースですか？はい、四国の、結構四国の中の4つ多分行ったことあると思うんですけど、そこで隠れて練習してました。隠れてではないですけどひそひそと、はい。対して平峰選手の、レーシングドライバーを目指したきっかけは何だったんでしょうか？きっかけはそうですね、やっぱり僕らの年代、今もそうですけど、やっぱアイルトン・セナをやっぱみんな見て、自分もこういうかっこいいレーサーになりたいと思って始めたと思うんですけど、もう僕もまさしくそのうちの一人で、たまたま父親がアイルトン・セナのレースをやってるビデオを見てたんで、僕ももうそれを見て、こういうドライバーになりたいなと思って始めました。平峰選手はね、大阪出身でいらっしゃるというところでは、その大阪、堺カートランドであるとか、いろんなところ近くのところにね、カートコースありますけれども、やっぱりいろんなコースに行ってた。そうですね、宝塚の方にもありますし、実際そうだな、宝塚がメインだったですね。もう何周も走ってて、自分でこうずっと走ってて、おむらししながらでも走ってましたこうやって降りたくない、帰ってこないから、父親にもう帰ってこいっつって、なんとか言うこと聞かして帰ってきて、こう降りろっつって降りしたら、もうびしょびしょだったらしいですそれはすごいですねすごい熱量ですね。僕はそこまではなくないですね。ゲストのお二人とも SRS の出身なんですよね。どうですか、その当時振り返ってみて、どんな日々だったの、こんなこと学んだなとかっていうのはありますか？スクール、学ぶ、スクールっていう名の通り、はい、フォーミュラーカーの走らせ方とかを学びながら、そこでそのホンダドライバーになるために早く走って、でそこで2人だけ、毎年大体選ばれるんですけど、その年は結構僕自身は辛かったですね。辛かった、はい、やっぱ僕はでも結構周りの選手って今日練習してからスクールに入ったりすることがもう多かったので、僕はもう全く練習なしでいきなりスクールだったので、結構最初の方置いていかれてたんですよね。でなかなか早く走れない状態が続いてて、でもそこでスカラシップ取れないと、
もう僕のレース人生終わりだと思ってやってたので結構もう必死になってやった年でしたね。平峰選手はどうでしょうか、 SRS 時代の苦悩とかっていうのは。まあ、とにかく辛いことっていろいろとみんなと比べられながら、まあ、今もそうですけど走ってたんですけど、SRS はとにかくたくさん距離を稼がせてもらえるスクールだったので、まあ、いろんな自分の技術であったりスキルっていうのはもう本当にたくさんいろんなことを学ばせてもらったスクールだった思います、うん、多分その平見選手と福住選手の時は校長先生は中島悟さん。あ、そうですね、まだ今あの佐藤拓磨、はいはい、選手が校長先生でもあるんですけども、プロを目指すねこのお二人なん、うん、もうそうですけど他のドライバーにとってもプロを目指す上ではやっぱ勝ち抜いていかなきゃいけないし、勝ち抜くってことはライバルも早く走らなきゃいけないって、それはね、乗ることは楽しいのかもしれないけど、うん、スクールといえどもすげえ辛かったんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、もう とにかくもう比べられるその、まあ、このスポーツ自体がそうですけど、まあ、そのたくさん走れるとはいえ周りもそれは同じなので、その時間でどれだけ自分自身が努力して、周りより速く走れるかが、まあ、大事なのかなと思いますね。うん、そんなねライバルを意識せざるを得ない環境の SRS 時代ですけれども、はい、特に意識していたドライバーとかその年代が近いドライバーの中でこうライバル心を燃やしたなとかっていう人はいますか。それはスクール時代ってことですか。はい、スクール時代です。実は同級生にで今一緒に500乗ってる選手が大津博之選手が当時同じスクールで一緒に勉強しましたね、はい、いろいろ、はい、和気あいあいじゃないですよね。でもねライバルですもんね。あ、もう全然もうスクールの後半なんて一切喋んないですバチバチですね。バチバチです、はい、平峰選手はいかがでしょうか、うん、同期ライバル、同期ライバル、うん、SRS 時代の同期ライバルっていうよりスクールの時はその当時卒業生の、まあ、先輩方が一緒に走ったりするんですよね。模擬レースとかして一緒にセットとか走ったりするんですけど、そういう先輩方と一緒に走るのがとっても楽しくて、何か走りを盗んでやろうとかっていうのに必死でしたね。うん、ちなみに誰ですか、具体的になんか名前を挙げるとすると先輩でこの人のテクニックを盗みたかったみたいな、はい、こんなところをこの人からみたいな。その当時は、まあ今福住君のチームメートであるノジー君とか、あと誰だったかな、小林君とか、小林隆選手ですね、あとは細川さんとか、すごい先輩方がいっぱいいましたね、うんうんうん、先輩たちだって負けたくないわけですよ。そうですよね。もう本当実戦形式 の、はい、その卒業のレースだと思うんで、先輩たちだってそう手を緩めるなんてこと絶対ありませんから容赦なく、はい、それからずっとあれしてやっぱり皆さんその全日本クラスの中で戦うわけですよ、はい、で海外戦なんかもあったりとかして、実際のところ、まあ、福住選手の場合にはジュニアの CIK で、はいね、チャンピオンを取った。そうですね、このレースもよく覚えてますけど、うん、この時に一緒に走ってたのがまあ、皆さん知ってるか分かんないですけどニック・デブリースっていう。デブリース今だってもう、はい、ウェックでもまたはフォーミュラー E でも、はい、もうどん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 名前売ってますよでニック・デブリースとここで戦ってで、まあ、勝つことができたんですけど、その後2016年かな GP3 っていうカテゴリーにテスト行った時に再会した時に向こう覚えててくれたんですよ、うんうん、なんかいろんな意味で結構いいそのなんていうんですかね、いい思い出のあるこのレースだったなと思いますね、はい、まあ、平峰選手はそれでいろいろとこうパッと結構抜擢されて、ね、GT300 クラスの方に JLOC に、ね、お世話になるようなきっかけがありましたけど、
平峰選手あれですよ、ね、JLC のチームの雰囲気もやっぱり独特だし、その乗武さんチームのオーナーの乗武さんのその情熱というのはやっぱりドライバーとしてもすごく感じますよね。そうですね、もうレース自体ランボルギーニしかやらないっつって、ランボルギーニが大好きだっていうぐらいの本当に、ランボルギーニはとにかく大好きな方なので、その中でも僕はたくさんのチャンスを与えてもらって、もう本当に心から僕を応援してくれた方のお一人ですね。うん、そのチームからコンドレーシング、そしてコンドレーシングからそれで今インパルト500に帰ってくる、まあ、JLC から旅立った時のどうだったですか、乗武さんなんかからの声かけられたと思うんですけど。そうですね、最初、まあ、そもそも僕もスーパー耐久でコンドレーシングに乗ってたので、うん、いざ、まあ、GT300 にコンドレーシングが参戦するっていう発表があった後、まあ、ちょっといろんな話もしたり で実際に僕がそのオファーを受けてるっていう話をした時は寂しい、まあ、僕自身も寂しい気持ちもあったし、森滝さんもちょっと寂しいなっていう気持ちもあったんですけど、まあ、森滝さんからはお前の人生ながらとにかく全力で挑戦してこいっていうふうに、また何かあったら帰ってこいっていうふうに言ってもらいました。ありがとうございます。お知らせの後もゲストのお二人にお話を伺っていきます。